正気ということでやっていきます。このゲームですね、ホラーノベルゲームで、まあなんか1分ぐらいで終わるらしいんですけど、この女の子の顔怖えな。ちょっと進めようかちょっととりあえず進めますね。タイトルのこの女の子がめちゃくちゃ怖い。でまあちょっともうこう入っちゃってるんですけど、とりあえず説明を言うと、まあ1分で終わるホラーゲームで、ホラーノベルゲームで、まあ帰り道になんですけれども、まあ家に生きて帰りたいのであれば夜道で誰とも話しちゃいけないっていうところで、まあそこの多分帰り道のね、いろいろな展開をこううまくまとめてあるゲームだと思われます。はい、やってきます。よいしょ。夜が怖い。夜になると子供が街から消える。ああ、まあそれはでも普通にあれじゃないの、もう良い子はお家にいるとかそういうあれじゃなくて、そもそももう街自体からいなくなるとかそういう感じ。なんかそれは怖いな。家に帰るからだ。いや、当たってるじゃねえか俺当たってるじゃん俺。それは普通でしょうよ。でも俺には見える。はあ、何か見えんの。街中に子供の姿が見える。ああ、まあそれはあれじゃない、その行きつけ守らないで遅くまで遊んでるやっぱわんぱく坊やとかがいっぱいいるんじゃないのかい。家に帰ろう。そして温かい食事を並べる。一般的な家庭から漂う夕食の香りが鼻をくすぐる。まあ帰り道とかね、結構いい匂いするとね、ちょっと足を止めそうになるんだけどね、それはそれでやばいやつなんでね、スッと帰るんですけど。今日はカレーだろうか、子供はさぞ喜ぶだろう。あー、確かにカレーの匂いとか結構しますよね、子供ちょ待って、このさ主人公って言えばいいのかな、すげえ子供に失着してるよ。なんかあったんかな。門限までに家に帰りなさい。心配するでしょう。てんてんてん。自分は言われたことがあったっけ。あー、なんかちょっと闇深いなそれあったっけって、なんか怖いなそれは。もう忘れてしまった。あー、まあでも大体っていうとちょっとあれなんですけど、まあ、基本なんか何時までには帰ってきなさいよみたいなのはなんか親に言われたりするのって結構ありますよね。まあ私も言われましたけど、大抵の子供は言いつけを守るだろう。俺はそれを守っていただろうか。ああ、まあでも守らない子もいるしね。なんか守らなかったら守らなかったでね、それなりに怒られたりとかしてた子もいましたね。はいはいはい、すごいね、リアルな写真。誰かいるけどえ、これ子供じゃないよね、この子供かな。え、進める。あ、急いで道を走っていく少年の後ろ姿を見ている。ああ、これが走ってる子供なのか。随分幼い、小学生低学年くらいだろうか。ああ、低学年。なんか写真で見るとなんか身長が分かんないけど、いくつぐらいなんだろう。130ぐらいなのかな、低学年だと。身長の平均値分かんねえわ今の時代。危ないから送っていってあげるねなどと声をかけるのも変質者扱いだ。まあそれはね、てか大人にまあ難しいところであるけど、昔ってどうだったんだろうね。今はもうなんかもう声かけてるどころか、もうなんか落とし物拾ってあげただけでも割と危ないところあるけど、昔ってどうだったんだろうね。逆に子供にはかからないことが一番なのである。まあね、でもね、なかなか難しいよねそれは。そう、あれが現実の子供でないとするならば余計に。え、なんかそんな見分け方あんの、現実の子供じゃない見分け方的なの。あ、ちっちゃよく見るとちっちゃいな。小学校低学年これ。あ、でもそんぐらいか。今年の夏くらいからだろうか。夜になると俺はよく子供の姿を目撃するようになった。はいはいはい。まあ夏って結構夜になるの遅いんで、やっぱ子供とかも結構感覚、その明るさ的な感覚で言うんだったらね、夕方だと思っても結構夜の時間まで遊んでるっていうのもあるかもしれないですね。それは実態を伴わない。わかんのそれ見てわかんのかそれ。それは本物の人間よりもずっと恐ろしい。あ、実態伴わないと怖いよね。後ろ姿でいるときはいい。こちらを振り返るときの顔、あの顔が怖くてたまらない。まあ、さっきの僕もタイトル怖いっつって言っても速攻で始めた
あれがあるんで、もしかしたらそういう顔だったら多分怖いっすね、やばいっすね、恐ろしくてたまらない。これはこれで怖いな。クマちゃんの人形もこっち見てるしね。少女が人形を抱えている、はい、もう23時近い。いやそれはやばいね。23時近くてここでいるのは普通じゃないよ。普通じゃないっていうのはなんか、うん、いろいろね怖いよそんな子供存在しない。そうだね、小学生とかで確かに遅い時間に歩いてるの見ると、確かに見るって絶対っていうかないよね、なかなか。てか見たことないよ俺存在したらかわいそうだ。まあそうだね、最初に多分抱く感想というか印象としてはそうなるよね。それこそどんな危機にさらされるか分かったものではない、うん、子供というのは無力だ、あまりにも弱いけれど、あれは違う分かるんだそれ、あれは化け物だ、よく分かるね。ああ、木に見えてる。何これ？歯？毛？何これ？だからずっと見てると怖いから飛ばそう。振り返り少女はこちらを見る。はい。ずっと見られてる。くぼんだ目で張り付いた笑顔で。あ、張り付いてんだ。仮面のような。子供の落書きのような。のっぺりとした顔がこちらを見ている。いや、怖いね、確かに。てか、目が黒とかなんかね、単色って怖いよね、基本的に。赤も怖いし白でも怖いし ね、怖いわ。俺がそれに気づいていると思われてはいけない。あーなるほど、そっちに意識してるっていうのを悟られちゃいけないってことなんだね。意識がつながってしまえばきっと引きずり込まれるから、精神世界かどっか引きずり込まれちゃう。なかなか強くないかそれは。俺は正気を保つ、家に帰ることが重要だ。だからすげえやべえ街になってきたね、だんだん。街的な問題なのか、それとももうこの世界がこういう感じのあれなのか。家に帰って温かい食事をとる。三大欲求を満たす。そしてこのような恐怖は忘れる。ね、ずっと俺見られてるから怖いんだけど。ずっとこの画面だとなかなか怖いんだけど俺。存在していなかったと記憶を葬る。あ、消えた。いなくなった。子供などいないのだ。ああ、そもそももともといなかった。幻覚？え？最初からいなかった。俺が本物を見たのは随分前の話だ。え、子供？もう見てる。もう見てるよ。家に帰れない少女が道端に座っている。家に帰れない。てか、ここなんかうっすらなんか消えてるよね、靴。ルー。親に叱られて締め出されたのか。あーなんかたまにあるよね。なんか昔住んでたっていうか子供の時とかでもなんか近所の子がなんか怒られて締め出されてるとかっていうのなんか声で聞いたこともあればなんか実際に見たこともあるからなんかゾッとしたよねその時は。今の時代虐待だと言われ虐待だとでも言われそうなものなのによくやる、ね、今でもそういうのやっぱあるのかね。なんてそれが普通の人間相手なら思っただろうか。先ほどのぬいぐるみを抱えた少女と同じようにのっぺりとした顔で少女はこちらを見ている。てか他に通行にいないの、この主人公以外めっちゃ見られるじゃん。俺は焦点をずらして少しずらしてそれを見ない。あ、消えた。そんなものはいない。俺がそれを見たのはまだ寒くなる前のことだ。ほうほうほう。今見たのは現実じゃない。俺は正気だからそれが判別できる。言えない。精神的にやられてる感じなのかね。それともなんか本当に過去にいて過去にいたやつがまた今出てきたみたいな。きちんと嘘と本当がわかる。ああ急になんかメキメキした音聞こえて怖いんだけども。今日も正気を保って家に帰ることができた。命がけだね。そう考えると命がけだな。何もないのだ。薄暗い夜道に子供などいなかった。それでいい。
もしも生身の人間がいたら、その時は声をかけてしまうかもしれない。危ないよと。生身の人間って、それ大人も含めて。けれどさっきまでの子供のような何かは、それ自体が危ない。あれと関わればきっと家まで生きては帰れないだろう。ね、どうなるのかっていうのが分かんないからね。なんか今のところは漠然としてるけどね。なんかそれが実際にどういう感じなのかっていうのが分かったら、多分一気に怖くなるだろうね。内容として、そういうことだ。夜道で何かと関わるということは、命を落とすきっかけになる。家に来て帰りたいなら、夜道で誰とも話してはいけない。もちろん俺とも。あー、深いねそれ。まあね、夜中に歩いてる人、よほどのことがない限りは基本的に話しかけない方がいいっていうのは、まあね、あるような気はする。家に入る。うっすらと生臭い。俺は冷蔵庫に駆け寄って中身を見る。え？殺しているとかそういうのないよね、もしかして。子供大丈夫だ、ちゃんといる。ん？今日見たこのオーラはちゃんとここにいる。なるほど。いや、今ちょっとね、このあれが、BGM が消えた瞬間に、なんか俺もちょっと背筋がゾッとなってしたわ、今。だから二度同じ子供の姿を街で見かけることはないのだ。ああ、だから偽物が俺にはわかる。あれらが幽霊や化け物の類のものだということが俺にはわかる。それもなんかやばいと思うけどね。それもそれで。俺は正気だから。正気だからそれがわかる。正気ではないと思うけどね。家に帰り温かい食事を食べ、眠る。そうして朝が来る。朝が過ぎて夜が来る。夜が来たら、また俺は死んだ子供たちの中に生きてる子供を探すだろう。探さなくていいよ。なるほど。そうしてきっと声をかける。こんな遅い時間に大丈夫？危ないよ。俺みたいなやつに連れて行かれて帰れなくなっちゃうよ。そう、何度も繰り返すだろう。やべえな、俺はいつまで正気でいられるだろうか。もしかするともう正気ではないのだろうか。まあ正気なんだろう、正気ではあるけど狂気でもあるんじゃない。でもまだ大丈夫だ。俺は生きているから。死んだ命を食らって生きているから。だから俺はまだ。あ、4人出てきた。え、4人殺したってことじゃ。大丈夫。いやー、エグイン、確かにそういうことか。いや、全然わかんなかったけど、確かにそういうまとめ方、話のまとまりだとゾッとするっていうか、めちゃくちゃあれだな、分かった瞬間にゾッとしたから、すげえな。なるほどね。確かに主観的な、その自分の主人公の立ち回りというかロールが分かってなかったから、確かにそれを知った上でだとすげえまとまるね、話が。これで終わりかな。いやー、怖えーね。BGM めっちゃいいんですけどね。とりあえず一つ言えることとしては、暗い夜道はね、気をつけてください皆さん。誰とも話しかけてはね、いりませんよ。そうです、私も含めてね。はい。